ユライア・フェイバーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。イタリア系アメリカ人。カリフォルニア州、アイラビスタ出身。チームアルファメール主催。元 WEC 世界フェザー級王者。元カタック世界バンタム級王者。UFC 殿堂入り。ザ・カリフォルニア・キッドのニックネームで呼ばれ、挑発とサーファー風の外見からか女性ファンからの人気が高い。 MMA 軽量級における競合選手の一人であった。カリフォルニア大学デイビス校時代はレスリング部に所属し NCWA ディビジョン1で活躍。卒業後の2003年に総合格闘技デビュー。2004年11月14日、カタック世界バンタム級王座決定戦でいい、ベンカネッシロと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め王座獲得に成功した。 2005年5月7日、カタック世界バンタム級タイトルマッチで、安倍博之と対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2005年9月10日、グラディエーター、チャレンジバンタム級タイトルマッチで、タイソン・グリフィンと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫し大座陥落した。2006年1月28日、TKO24 で、アイバンメンジバーと対戦し、 メンジバーの反則により失格勝ち。2006年3月17日、WEC19 の世界フェザー級タイトルマッチでコールエスコビードと対戦し、タオル投入で TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2006年7月1日、グラディエーターチャレンジバンタム級王座決定戦で上松直也と対戦し、パウンドで TKO 価値を収め王座獲得に、 成功した。2006年10月28日、カタック世界バンタム級タイトルマッチで、ビビアーノ・フェルナンデスと対戦。肘打ちで額をカットさせ、ドクターストップで TKO 価値を収め防衛に、成功した。2007年1月20日、WEC25 の世界フェザー級タイトルマッチで、ジョー・ピアソンと対戦し、パウンドでギブアップ勝ちを収め初防衛に成功した。 2008年6月1日、WEC34 の世界フェザー級タイトルマッチでジェンス・パルバーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め5度目の防衛に成功した。2008年11月5日、WEC36 の世界フェザー級タイトルマッチでマイク・トーマス・ブラウンに敗れ、3年振りの敗戦を喫するとともに2年以上君臨していた。 フェザー級王座から陥落した。2009年1月25日、WEC38 で、ジェンス・パルバート、再戦し、ギロチンチョークで一本勝ちを収めた。2009年6月7日、WEC41 の世界フェザー級タイトルマッチで、マイク・トーマス・ブラウンと今度は挑戦者として再戦。一ラウンド途中で、右手の甲を骨折し、テイクダウンで試合をコントロールされ、 0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年1月10日、WEC46 で、ハファエル・アスンソンと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年4月24日、WEC48 で、ジョゼ・アルドの持つ世界フェザー級王座に挑戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2011年3月19日、UFC 初参戦となった UFC128 でエディ・ワインランドと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2011年7月2日、UFC132 でドミニク・クルーズの持つ UFC 世界バンタム級王座に挑戦し、0から3の 5R 判定負けを騎士王座獲得に失敗した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2011年11月19日 UFC139 でブライアン・ボールズと対戦しギロチンチョークで一本勝ちサブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した2011年12月ドミニク・クルーズと共にリアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターライブでコーチ役に選ばれ2012年7月7日の UFC148 でコーチ対決として クルーズとラバーマッチを行う予定であったが、クルーズが膝を負傷し欠場。代役のヘナンバラオンと UFC149 で世界バンタム級暫定王座決定戦を行い、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年2月23日、UFC157 でバンタム級ランキング10位のアイバン・メンジバーと約7年ぶりに対戦し、 リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。2013年4月13日、ザ・アルティメット・ファイター17フィナーレで、バンタム級ランキング7位のスコット・ヨル・ゲンセンと対戦し、リアネーキドチョークで 4R1 本勝ち。2013年12月14日、UFC ・オン・フォックス級でバンタム級ランキング3位のマイケル・マクドナルドと対戦。2R にキロチンチョークで1本勝ち。 サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。バンタム級4連勝となった。2014年2月1日、UFC169 で UFC 世界バンタム級王者へナンバラオンと再戦し、1機構負けを喫し王座獲得に失敗した。ドミニク・クルーズの代替での出場であった。1R 終盤にユラヤが、グラウンド状態で一方的に攻められており、意識を確認するため、 ハーブディーン審判が何か動きを見せろと言い、ユライアがサムズアップし、健在をアピールしたが特に選曲は変わらなかったため、ほどなくレフェリーストップがかかった。2014年7月5日、UFC175 でバンタム級ランキング11位のアレックス・カサレスと対戦し、3R リアネーキドチョークで一本勝ち。2014年12月6日、 UFC181 でバンタム級ランキング11位のフランシスコ・リベラと対戦し、ニアールにブルドッグ・チョークで一本勝ち。試合後、リベラがチョークの前に、フェイバーによる反則のサミングがあったとレイフェリーの裁定を不服とし、コミッションへ提訴するが、コミッションで審議した結果、提訴は退けられた。2015年5月16日、UFC ファイトナイト、エドガー VS。 フェイバーでフランク・エドガーと対戦し、0から3の 5R 判定負け、ノンタイトル戦でキャリア初の敗北となった。2015年12月12日、UFC194 でバンタム級ランキング13位のフランキー・サエンズと対戦し、3から0の判定勝ち。2016年6月4日、UFC199 の UFC 世界バンタム級タイトルマッチで、 王者ドミニク・クルーズとラバーマッチを行い、0から3の5 r 判定負けを起死し王座獲得に失敗した。2016年9月10日、UFC203 でバンタム級ランキング12位のジミー・リベラと対戦し、0から3の判定負け。2016年12月17日、引退試合となった UFC オン・フォックス22でブラッド・ピケットと対戦し、3から0の 判定勝ち。2019年7月13日、約2年7ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイトでランダミエ VS ナットでバンタム級ランキング15位のリッキー・シモンと対戦し、開始早々右フックでダウンを奪い、パウンドで1キコ勝ち。パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年12月14日、 UFC245 でバンタム級ランキング4位のピョートルヤンと対戦し、左ハイキックで 3RKO 負け。ありがとうございます。